伊谷半次郎2月5日から1970年7月4日は日本の政治家、実業家。滋賀県は愛知郡越川町出身。北海道北見市長。木綿問屋の4、男として生まれる。長兵や行商を経て、1912年春に北海道に渡り、野付牛村で医療業商を振り出しに、伊谷五福店を創業した。 東和無人社長や北洋無人副社長を歴任。1923年の付け牛商業会議所会頭。1926年に町会議員に選出される。1942年に市会議長に選出され、初代議長に就任。関西初代市長を務めた高橋ポーヤから引き継いで、1946年に関西二代目市長に就任。 翌年の初の市長選挙で初代公選市長となり以降、4期連続当選。1960年に北見工業短期大学設立を実現させた。1962年全国市長会副会長。1963年1963年に高齢を理由に北見市長選挙に出馬せず、優待した。その業績を称え、 トンデン公園に銅像が建立されている。老いに、宇佐美複製がいる。市政では、豪腕で知られ、徹底した、禁縮策や私有地売却によって、市の行財政を立て直し、北見市発展の礎を築いた。また、戦後直後の食糧難の折、食糧の確保、引上げ者の住宅対策のみならず、中央政府や北海道と深いパイプを築き、道路整備事業、 上水道の敷設鉄道用地払い下げと駅前再開発事業、芝浦製糖ビート工場の誘致などを精力的に言った。おほうつく地方にだけ国立大学がないのを嘆き、旧地の中だった、東急社長の後藤慶太に寄付を募り、1億円の出資にこぎつけ、北見工業短期大学の誘致にも成功した。また、北見市政では、 最多の市長当選回数であり、現在も破られていない。ありがとうございます。